今日は、こちらのワタネット上の画面をですね、画面というか、この写真が小さいという、クレームというかがありましたので、こちらを大きくする方法を説明したいと思います。私も知らなかったんですけど、ここでワタネット上の画像は確かに小さいんですけれども、実はサーバー上というか元大きい画像も保存しているということみたいです。で、その大きい元画像を、表示する裏技があるということで説明したいと思います。ですね、これは Mac のサファリなんですけれども、Firefox でもインターネットエクスプローラーでも、使えます。で、準備するのは、こういう形で別のウィンドウを立ち上げてください。で、こちらの写真をですね、こう、ドラッグできるんですけど、ドラッグして、このアドレス、あ、ちょっと待ってください。このアドレスバーに入れてください。隣のアドレスバーに入れてください。そうすると、こういうふうに、別のウィンドウにこう写真が出ます。で、これちなみに、これをサファリの場合ですと、右クリックして、イメージのアドレスをコピーってやって、ここにこうやって貼り付けても同じことです。で、インターネットエクスプローラーの場合は単純にこうドラッグする。まあこれ、どのソフトでも同じだということなんですけど、こういうふうにドラッグすると同じ状態になりますと。インターネットエクスプローラーだとこの右クリックのやつがないので、ドラッグする方がまあ簡単ですし、早いです。で、ここで、ここのですね、ストック、ここのアドレスのですね、サイズ2というやつを、サイズスラッシュ2って書いてあるんですけど、これを、0にしますと。そうすると、このように大きくなると。まあ、これが元画像ということですね。で、これをですね、この一番最後を2にすると、2番目の画像の元画像と。で、ここを3にすると3番目の画像ということですね。まあ、こういう形で、あとはこの画面は保存してくださいということですね。別名で保存とか。まあ、Mac の場合ですと、こうドラッグして保存できるということです。以上です。